今回ね、庭のゼンマイが収穫時期になったので、ちょこっと収穫してきました。まだこれからまた伸びてくるとは思うんだけれどもね、とりあえず第一弾の収穫っていう感じで、で、これは、メスの方になります。で、庭のものだから取ってきたけれども、本当は取らないで山の場に残してくるオス、これがオスです。ね、比較するために持ってきました。この違いね、やっぱ紹介しておかないとダメかなと思ったんで取ってきました。で、基本オスは本当は取らない。山で山菜取るときは取らないのね。これ庭で育ててるやつだから、ネタとしてね、皆さんに ご紹介するために持ってきました。オスは取らない。これから特徴は紹介するけれども、でこっちのメス、メスを基本的に取って食べると。だけども、メスも取り切らないで何本か残しておくっていうのが、ゼンマイの取り方になります。全部取ってしまうと、その株が痩せていってしまったり、まあ、最悪なくなってしまうってことがあるから、ね、オスは残して、メスも幾分残すっていう形で取るのね。まあでも、みんな取ってってしまう人いっぱいいるけれどもさ、基本的にはオスは残して、メスをいただいて、そのメスも取り切らないっていう形になります。で、まずこの綿、綿って呼んでるけれども、この綿毛ね、うん、取っていけば違いが大体分かってくるんだけれどもさ、ね、この綿、これなんか、ね、うちの母親とかに聞くと、昔これを、まあ布団とか、着物とかな、着物っていうか、ほら、反転、うん、っていうのに入れて暖かくしてた。っていうのを聞いたりするんだよね。この綿を入れてさ、なんか本当に無駄がないね、昔のね、人はね、まあ、そういうこと聞いたりするんだけど、本当かな、ね、まあでも天然に取れるこうふわふわしたね、柔らかいものなんで、羽毛とは、羽毛つか羊毛とはまた違うけど、似たような感じはあるかな。ふわふわして暖かいです、持ってるだけでもね。まあこれは基本今は投げるんだけれどもね。で、取りましたと。よいしょ。で、ほら、こっちがオスでこっちがメスなんだけれども、この状態でも見た目違いがわかるよね。で、ほら、メスの方が若干薄くてオスの方が丸いボール状になってるのさ。で、触ってもわかるんだけども、触った食感はね、どうしてもさ、皆さんに伝えられないんだけども、触った感じこっち硬いです。オスは硬い。メスは柔らかい。で、メスの方はほら、葉っぱになってるのさ。これから開いていく。開けば分かりやすい葉っぱになるんだけどもね。シダ系の葉っぱが出るんだけども、こっちは胞子が飛ばすためのものになってるんで、こういう形になってます。で、この胞子のオスのゼンマイは、残しておくと。で、まあ、オス株、メス株があるっていうよりも、一つの株からオスとメスが出るんで、うん、まあ、で、違う場合もあるかもしれないけどもさ、俺が見てるとそうだから、で、その出てるやつのオスの伸びたやつ、胞子を飛ばす葉っぱは、残して、メスは一部だけ残して、いただいてくると。ね、一部だけいただいてくるっていう形になります。この違いね、があります。で、これを食べるとき、まあ、食べるに至っては結局オスでも食えるんだけどもね。で、それで、その後、来年以降、ゼンマイがね、取れるようにするためにそういうことをするんだけども、これを食べるためには、この葉っぱになる部分を、取ってしまうと。ね、これ食べるよ。取ってきたやつだから。ね、取っちゃったからもうしゃあないからね。うちの庭で取ったやつね。で、これ取ってしまうと。ね、この綿と葉っぱを取ってしまうと。これをひたすらね、続けるの。この綿は食べられないから。ね。それで、綿を取ったやつがこれになるんだけれども、この後の作業としては、まあ茹でるんだけども、茹でる前にこの下の部分ね、ちょっと硬いところ残ってたりするから、そこは折って、ポキッと折れるくらいの分取っておけば、食感もよく残るんで、柔らかいところね、にしてほしいと思います。硬いところは取ってしまうと。で、基本的にさ、ゼンマイってさ、傾斜の激しいところ、急なところに生えてるの。俺も取りに行かせてもらう山、まあ畑借りてる場所ではあるんだけれども、ところはだいたい急な傾斜で本当に登るの大変でさ、撮影するのは厳しいかなっていう場所なんだけれども、でそこで撮ってると硬いところも取れたりするから、こういう作業をやっぱ一つ一手間ね、加えると美味しくゼンマイをね、茹でることができるんで、やってほしいなと思います。ポキッとね。まあ、あと今、お湯沸かしてるんで、沸くのを待ってから次の作業に入りたいと思います。草取りとかしてたら、沸騰したんで入れていきます。ゼンマイをね。で、先に茹で上がりの目安を教えておくんだけども、この下側あたりをね、ここをね、が、
親指と小指でこう押してさ、潰れるぐらい柔らかく煮てほしいなと思います。まあよくやるのがさ、そんなに長い時間、まあ20分ぐらい茹でらっしゃると思うんだけども、茹でないっていう人がいるんだけれども、で揉んで干してる時に揉んで干して、でそれを水で戻して食べるから、揉むから柔らかくなるっていう方法を取るんだろうけれども、うちは揉まないです。これが潰れるぐらいね、柔らかく煮てそれを干して、で保存して食べるっていう感じ。やっぱ最初に柔らかくした方が後々もね柔らかくなりやすいから、最初に柔らかくすることをおすすめしますっていうのを先にお伝えしてね、まあ、20分ぐらいねかかるんだけども入れていきます。何も大した特別な作業ではないんで。暑いね。あら、ほぼ箸ないな。箸なかったからなんかとりあえずあったもんで、うん、よいしょ。で、再び、農作業に戻ります。作業士にね、戻るんで、まあ、後でまた、動画で続きね、見せるから。で、大体時間経ったんで、まあ、見ていくか。どれいこうかな。太そうなやついくか。あっつ。で、これがさ、ね、こう、ピュッとこう、潰れるぐらい。このくらいの辛さ。だから今ちょうどいいよ。うん、いいな。今、これをさ、拾い上げて、と、まあこんな感じで茹で上がったんで、これ干していきます。よし。で、茹で上がったら、この、ほら、なんだっけ、干物とか作る用のネット。うちはこれ野菜専用にしてるやつなんだけれども、これに並べていけばいいです。なんも考えることない。簡単な作業よ。柔らかく煮て、でそれを並べていくと。で並べたらね、あの風通しが良くて日が当たるところに昼間は置いて、で、まあほら、洗濯物とかさ、午後3時以降は湿気が落ちるからっていうじゃん。その頃になったら中に取り入れて湿気に当たらないようにして、保存してっていうのを繰り返してもらえれば、いいと思います。だってこのネットを使う利点はさ、移動がしやすいのさ、出し入れがしやすい。で、これ閉めておけば、鳥とかさ、なんか風とかにいたずらされてさ、で、落ちたりすることもないし、保護もしやすいと。で、移動がしやすい。さっき言ったみたいにね。っていうので、これ使ってます、よく。切り干し大根やったりとか、他に小ごみとかでも、なんか茹でたり干したりするときとかでも、これよく使ってます。天日干しするときにね。で、これ干し終わったらさ、カピカピになったら、これ食べるとき、戻してから切ったりするんだけど、みんなね、その食べる大きさにポキッポキッポキッって折っておいて、で、保存しておけば、食べるときそのまま戻してそのまま調理すればいいだけだから、楽です。ね、で、やけどこのほら、俺揉まないから、このまま干ささるから、保存するときも大変になっちゃうから、やっぱ折っておけば、保存も楽、その後の調理も楽っていう感じで、結構重宝します。揉む必要ない。揉む暇がない、正直なところ。忙しすぎてさ、ね、YouTube もやって畑もやって他の仕事もやってってやってるとやっぱ余裕がないから、こういう風に楽してやります。揉む作業はやらない、そんな暇はないから、ね、でよいしょ。この状態で昼間は外に、風通しが良くて日の当たるところにでも置いといて、何日かかるかな、1週間ぐらいかな、完全に乾くったら置いといてもらえればそのまま食べれるんで、食べたい時にお湯につけてふやかして戻して、それを炒めて油揚げとか人参とか入れて醤油と一緒に炒めて出汁入れてさ、やればすごく美味しく食べれるんで、ゼンマイね、ぜひやってみてほしいなと思います。ゼンマイ買えばさ、生で10キロ乾かすと10分の1になって1キロなんだけど、乾かしたやつで1キロで1万円以上する高価な山菜なんで、もしね、千枚見つけたら取ってさ、食べてみてほしいなと思います。干してさ、すごく味いいから、高級料亭とかの味だから。だから気をつけてほしいのは、最初喋った通り、男千枚は取らないってことと、で、女千枚も全部は取らないで一部残しておいて、来年のためにね、そういうふうに配慮してあげてほしいなってこと。なかなかね、忘れてさ、取ってるのに夢中になると間違って取っちゃったりするけれども、そういうとこ気をつけて収穫してもらえればいいなと思います。一回場所を覚えればその株が残ってれば毎年取れるから、毎年料亭の味が楽しめるんで、ぜひやってみてください。柔らかく煮て
干して保存して食べたい時に食べればいいんで、ぜひやってみてほしいなと思います。こうやって自然と楽しみながら戯れながら生きていく道も結構楽しいもんなんで、やってみてほしいなと思います。